はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日は10月31日、ハロウィンなのでマイケルを使ってプレイしていきたいと思います。おい。そしてこの間のアップデートで強化の入ったこのマイケルのウルトラレアアドオン、ジュディスの墓石、こちらを使用していきます。よいしょ、立ち目目ができるやつだね。こっち側で湧いてるはずなんだけどな。いないね。どこだろう。でジュディスの墓石っていうのはどんなアドオンかというと、マイケルがレベル3の時に生存者をその場で殺害できるようになるというやつです。はいよ、ね、その場であのフックとか吊るさなくてもナイフをぐさりとねぶっ刺してね、その場でぶっ殺せるっていうめちゃめちゃ強いアドオンなんですけど、まあ、それに今回強化が入ったと。いた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 。ああ破滅死んだ。はいはいはい。でどんな強化かというと、まあ効果自体そのままなんだけど、そのね強みというかね、立ち目目できるみたいな効果はそのままなんだけど、あの以前はレベル1,2,3通して足がね遅くなるっていう効果があったんですよ、 9% も。でもあの新しくなったこのジュディスの墓石はレベル3の時だけ足が遅くなると。なのでレベル1と2の時に非常に溜めやすくなると行使を。いいよ、 OK、 もうあの人用なしです。さっち行きますよ。レベル3早えー。はい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 。さあこの糸からこれを出がらしになるまで吸い尽くしますよ。見えてる見えてる。吸います。あーでもこの人吸い切れねえわ、吸い切れねえ。こっち行こう。いますね。はい、みんちゃん、よしよし、寸止め以上いきます。でさっきのケイトのとこ戻りたいね。ケイトだいぶ吸ってたので、みんちゃんまだちょっと余裕があるから、まだ残ってるから、まだまだ絞れるから。いた、これはちょっと倒させたいな。倒さねえな。倒せ早く。惜しい。ちょっと寸止めしすぎた。もうちょっとだったな。もうちょっとだったな。よし、はい、みんちゃんやっちゃいまーす。おいやいやもうよいしょ。あのね、吸い切らないのがコツなんですよね。ちょっと今回ごめんなさい、失敗しちゃったんだけど、まあ、反面教師だと思ってもらって、吸い切らないのがコツで、寸止めしてることによって、寸止めしてる状態で、生存者をトリガーにするためにはやっぱ吸い切っちゃうと発動できないので、もうちょっとね残しとけばよかったな。吸いすぎちゃったね。いいよ。はい、オッケー。一回で二人やれるのはマジででかい。バッシュー。はい、オッケー。でも発電機もやっぱだいぶついちゃってますね。今までだったらレベル 1,2,3 を通して足が遅かったので、結構
レベル3になるまでっていうかもう全試合全体を通してやっぱ足が遅いのが結構きつかったんだけど、だからまあクモとかね持ってったりして、まあ今回も一応クモは持ってきてるんだけど、とレベル3になるまでは足が遅くなる効果がないので、レベル1の時に余裕があるんだよね。よいしょ。余裕があるからその分ちょっと試合が気持ちね、はい、楽かなと。はいよ。ウィーン。もうそこ封鎖されてるからね、俺動画に撮ったけどね。ここ完全封鎖されますからね。はい、オッケー。バシュー。へへへへへ。バス。オッケー。さあ、あとあそこですけど、まあ、つけないでしょうね。いた。いたいたいた。はいよ。これ全員立ち目めいけたらやばいよ。倒さない。おお、しなやか。はい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 。オッケー。すげえ、全員立ち目めいけた。よーし、やっぱ強くなったね。レベル3に行くまでが非常にスムーズになったからいい感じでしたね。クモのトークンも貯めやすかったし、うん、まあ序盤レベル1の時ちょっと苦戦したけど、まあそれはしゃあない、レベル1やから無理だ。まあでもあれジュディスの墓石あったらもっと足が遅かったわけだから、もっと苦戦してたと思う。なんで非常に強くなってよかった。あのハントレスのウルレアとか弱くなったのに、マイケルのウルレアまさか強化するとは思ってなかったから、やっぱデッドバイデイライトは、まあ、相当マイケル好きなんだなと思います。はい、まあそんな感じでございました。いかがだったでしょうか。ハロウィンなのでマイケルで強くなったジュディスの墓石ウロレアね使ってみたということで、いや気持ちよかった。全員ぶっ刺しましたからね。いやなかなかできないよね。はい、という感じでございます。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。